上宮遺跡でございます。ああ、これお宮が建てたな。聖徳太子の上宮の可能性もあるの。はい、ちょっと見てみましょう。おお。何の遺跡かね、これ。何なんですかね、これは。これは何になるのかね。古墳の石、古墳にしては近すぎるし。古墳にしては小さすぎるけど、何なんだろう。ちょっとこう歩いてみようか。これが先導として一応古墳みたいな形になっとるけど、あ、石落ちてるね。古墳にしてはちょっと小さすぎるね、これ。ちょっと石の積み方がね、古墳やったら上に天井石乗せるんで、ちょっとねずーっと上が上がるような区分やけどね。何をしたんだろうな、これ。大概ね、先導ってまっすぐ多いんや、あんな曲がへんもんね。なんだろうな、これ。古墳にしてはちょっとね、小さすぎます。なんですかね。これなんだろうな、これは。何をしたんでしょうかね、これ。未だ解明できず。なんか書いてあるわ。ですかね、庭園かね。ちょっとね、見当がつかない。なんか何なんだろうね。古墳にしては小さすぎるし、ちょっと曲がってるしね。で、横堀もあるしね。これ何だろうね、これ。まあ飛鳥に行きゃいろんなこの石のね、建造図いろいろあるけど、飛鳥じゃないし、こう桜井やしね。はい、なんか分かりませんでした。全然分かりませんでした。とりあえず形はこういう形でございます。上宮の遺跡、聖徳太子の宮があったかもしれませんけどね。はい、ありがとうございました。ちょっとよく分かりませんでした。